クリス・コネリーは1980年代後半から1990年代初頭にかけてのインダストリアルミュージックにおける成果、特にリボルティング・コックスやミニストリーとの関わりで有名になったスコットランド出身のミュージシャンにして作家である。以来、オルタナティブロックのシンガーソングライターとしての地位を確立し、ソロアルバムをリリースし続けている。コネリーは、スコットランドのエディンバラ市内中心部近くにあるブランツフィールドにて、マイケルとサディ・コネリーの間に生まれた。コネリーの父親は早くして水泳事故で亡くなり、クリスは心の隙間を埋めるために家の外での芸術的な活動に熱中した。コネリーのスコットランドにおける祖先は、もともとアイルランドからスコットランドに来たコネリー家とマーフィー家を介しており、アイルランド系の血筋が含まれている。母親側のキング家とマカロック家はハイランド出身で仕事を求めてグラスゴーに移り住んだのだという。コネリーは1980年にフィニトライブ結成に参加し、音楽キャリアをスタートした。それから数年間、数々の著名なインダストリアル、ダンスミュージック、そしてニューウェーブといった活動に対抗するか、あるいは逆に深く関わるかしてきた。2008年、コネリーは音楽業界における初期の活動の回顧録として、コンクリート、ブレットプルーフ、インビジブル、アンドフライド、マイライフアズ、Aレボルティングコックを出版した。その本の中で、ロンドンでのアルジュール・ゲンセンとの出会いや、リボルティング・コックス、ミニストリー、PTP、アシッド・ホース、キリング・ジョーク、ピック・フェイスといったバンドとの関わり、そして彼のソロキャリアの発展について解説している。インダストリアルというルーツとは、対照的に、コネリーはソロ作品で様々なジャンルの音楽を探求してきた。2013年、彼はさらに2つのプロジェクトをインダストリアルの観点から始めた。Jason C. Novakとのコックシュアーと、ポール・バーカーとのベルズ・イン・トゥ・マシーンズである。コネリーは現在、シカゴに拠点を置き、ウィッカーパークにあるレコード店、レックレス・レコーズを経営している。また、音楽学校で、ボーカルの講師にもなっている。ありがとうございます。